大西はじめ明治33年11月2日は、日本の哲学者、三沢山とゴースにちなむ、日本哲学の父、日本の関東との評価も受ける。美前国岡山西田町で、岡山藩士木又清州の三男として生まれ、後に、母方の実家、大西家の養子となる。百七十七年九月、同志社英学校普通科に入学。翌年、 新島城より受選。在学中は山崎ためのりの訓導を受け、彼の思想形成に大きな影響を与えた。15歳で、おじ、大西定道の家を継ぐ。1881年山崎が養成した時、大西は呆然自出に陥ったと言われる。1884年、同志社英学校進学科を卒業。百八十五年一月、 東京大学予備門第1第二両学年の試験を一時に通過して、直ちに第3学年に編入学し、9月、大学に進む。明治21年5月、国民の友21号に、批評論を発表。1889年帝国大学文科、大学哲学科を主席卒業、大学院に入り倫理問題を研究する。百九十一年大学院を辞し。 東京専門学校に閉せられて、これに1898年2月まで放職する。青年文学1892年7月から12月に、歯科論を発表した。1893年3月、教育時論に、試験一束を発表。明治30年11月には、高等師範学校倫理科講師を職託される。東京専門学校での彼の活躍は目覚ましく。 坪ボウチ用と共に、早稲田文下の石を築き、同行で、彼が育てた弟子たちは後年早稲田大学文学部に、書くことのできないスタッフとなった。また、彼の弟子の一人、浅川寛一が1895年、ダーートマス大学へ留学するときには、渡航費用を援助した。1896年11月、国雑誌に、社会主義の必要を発表。 国民の友1897年10月10日に、啓蒙時代の精神を論図を発表。1898年2月、哲学研究のためドイツ、イエーナ及びライプチヒに留学するも、健康を害して、翌年9月、帰国。京都帝国大学文科大学設立準備に取りかかるため1900年3月受落。同年7月文学博士となったが、病状は悪化し、 10月に、京里の岡山に移り、同地で没した。未完に終わったものの彼の研究は後世にも大きな影響を与え、西田喜太郎の禅の研究は、大西の倫理学と綱島の病観録の課題を引き継いだものだとされている。禅宗が日本図書センターで再刊。大成宿先週岩波文庫全3巻が、2013年から2014年に、かけ刊行。 弊社の小坂国継、明治哲学の研究が刊行された。明治期の西洋哲学導入にあたって、重要な役目を果たした大西と清州の二人を軸にした研究所である。ありがとうございます。